もあの音チチと、音コのとの間の親しみが私たちの前に置かれている。私たちもその親しみに入るように招かれている。死者から復活させられる。今日私たちは自分の罪から復活させられる。その親しみ、つまり、聞くことによって、神の言葉を聞くことによって、私たちは、御子と御父との間の親しみに入ることができます。本当ですよ。そして、御子さえもね、イエス・キリストさえも自分で何もしなかったように、私たちもちっちゃなこと、細かいことも自分でしないように、自分で勝手に決めたり、勝手に話したりするわけなく、いつも御父が語ること、あるいは御父から口を通して、つまり、ね、先の、朗読にもね、教会を通して、御父の言葉、御父の命令と言いましょうか、御旨が現れて、それを聞いてに従う。これは、御父とキリストとの間の親しみにいるということ。これは一番大きな技です。復活するだけではなく、永遠の命を得て、同じ命に満たされて生きること。従順を守る。いつも従う。いつも従う。これは、私には、肉にはものすごく大変なこと。肉は勝手にしたい。自分で決めたい。ね、肉の人間、私たち。だから、今年もちょっとこの肉の人間は破壊される。少しずつ、少しずつ、少しずつ。年を取っていることによって、いろんな問題にぶつかることによって、ね、敬うものとなる。少しずつ、少しずつ、少しずつ、少しずつ。聖ペテロにも言われたでしょ。あなたは若い時には行きたかったところに行った。が、年を取ると、つまり知恵を得ると、他の人があなたを詰まって導くだろう。どこ、行きたくないところへ、ね。行きたくないところ。十字架。今日、明日、明後日。私たちのために、準備されている十字架まで。そこには、本当に完全な神との親しみに入る。そこには永遠の命を経験することができます。死ななくて、死なないで、火の中にも、誘惑の中にも、苦しみの中にも、まだ平和と、その確信を持つこと、永遠の命を保つこと。